さあどう行ってみましょうかね。この向こうは歩けないみたいですね。誰も詰め所いませんけど。もう山やね、これ、こうやって見たら。山でございます。詰め所誰もいません。平行天の矢野部道。ここも広いんですけどね、どうしましょう、これ。これは歩けるようになってないかしら。なってませんか、ここ。いや、歩けないね。歩けないです、横。この広い道なんで、方が行かれる。出られへんねんな、そこまでなると。これはちょっと周りの道ないから、すごい。あ、これみんな歩いてんねんな、何人も見たいねんか、これ。ここは一面歩道でみんな歩いたんねや。200メートルやで。これ。これが慶光、慶光天皇古墳、金納陵古墳。ね。ナイス。この辺まではまだ巨大古墳ですよね。ちょっとね、堀とかが見えないんやね、ここからね。堀がどんな水溜まってんのかな。周囲はね、護岸工事やってるみたいな感じやね。やってるみたいな感じですわ。こんなね、見えんな。こっちが古墳やったらね、円墳はずっと奥なんですけどね。ここにね、拝礼場があるじゃん。ここにね、拝礼場があるじゃん。いやー、で、あら、ここもね、堀が、水が手前だけじゃないですわ。奥まで見当たりませんわ。おお、水入ってます、入ってます。うん、だからね、普通はね、これがずーっとあそこからね、あの辺が真ん中からずーっと堀があって、向こうずーっと堀があってね、堀が見当たらんね、もう。円墳が奥にあるはずなんだけど、見当たらんな。円墳が、ね、これはいろいろ回ったけど、これ大変やぞ。ここもこれ道がありそうやけど、どうなんだろう。これ危ない。宮内庁、お、宮内庁、ほら、堀が見当たらんな、あれな。こうずーっと回らしてもらうんだな。ちょっと形が分かりづらいんだけど。お、いけるか、これ。こんなのかよね。鉢が、大きな鉢が。ね。かなり大きいんですけどね。ちょっとね、形がね、綺麗な形には見えませんね。これは行けたら嬉しいけどな、行けないかな。行かれんやろな。ここからね、
これはどういうこっちゃ、みんな行ってんのかこれ。おおと思った。草切っただけ、立ち入り禁止だって中は。これがね、塩粉で、豊粉で、あれが塩粉やった。えらい小さいやけどね。あらあら。あらあら、行けませんか。行けないんですって。この枠やね。枠枠。枠枠枠。枠じゃじゃん。立ち入り禁止、宮内庁。ここから左行かないの。ここ行けるやん。降りれるやん、これ。よしよし。この古墳は、よくわかりませんが、あらら、車が、ほら。車が、ぶち上げてますわ。古墳決めてる、ゴールが。どういうことだ、こんなとこ、車が、古墳決めるのは。これ、工作してたみたいやな、これ。やっぱり航空写真を見ないとわからんな。ここもさっぱりわかりませんわ。堀はこの辺の堀見当たらない。これも二段堀か三段堀かあったんだろうな。これこんなことして大変な工事をね。豊富の方が大変ですわ。車が来たかな。あれ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 来たんちゃうこれ。車が避けたらな、車が止まりました。これは車まあまあ通ってませんな。この辺野暮になってます。野暮に、あら、この筆に水が満々とね、叩いてあったらすごいけどね。どうだ、水見えないか、堀は。いや、見えないな。どういうことだ、どこにどういうことだ。堀はなかったんか、ここは。これ丸くなってるか、こうなってるようでなってないようで。ここ山の上の道がね、200メーターで歩いてどこにあるんだろうね。もう200メーターも来たやろ。分からんな。山の上の道が分かりません。まさかさっき車で来たとこがあっこに出るんちゃうやろな。ここが興奮の一番奥のとこ。水が見えません。やっぱりね、興奮がね、みんなこう、あの噴球が見えるとこがね、
古墳周りしててもいいけどね。そこに水が満々と垂れてね、あるようなとこいいですよね。堀がね、見当たりませんわ。これがやっぱ堀のイメージ的には、手前のね、段差で堀やったかもしれんな。これ、この辺がね、ここ水の中で。これは例の、いや、入られんな。入らないよな、これ。まあ、出てきましたね。山の上の道かな、いうのかな。これやわ。ここ、箸墓古墳じゃなかったっけ？天皇陵。これですよ。さっきね、どっかでみんな歩いてあったんやけど、ちょうどね、見たんやけどね、何にも歩いてあったんやけど、こんなんですわ。これちょうど村川ね、遊墳の方やね、遊墳やな、間違う。向こう溜まってるわ。ここ溜まってますよ、ここへ。立ち入り禁止。ほら、水あそこ溜まってる。これで見ると、この辺のね、水道の土手がね、ないから、ここはね、やっぱり何段かに分けてね、堀を作ってるね。そういうことや、これ。これ、さっき道上がったとこれやろな。上上がったとこがちょうどね、もう絶景ポイント、ここにあるんやで。どこあんねやろ、大和三山は。天皇陵を見る巨大古墳を見るの忘れて、なんかね、あるんやで。どこあんねやろ、大和三山の絶景があるって。大和三山、ちょっと待って、や、大和三山全くわからん。山だらけやが、山手三段どこや。絶景があるで言うてる。あれになんか見えた、あれ、うねりなんか見えた。うねりが見えた。ということは、耳なしと、もう絶景ポイントで、ほら、絶景ポイント。どこや、この絶景ポイントは。そこまで言うんやったらすごいんだろう。この辺もなんか見た感じ、古墳もよ、ね、そういったような雰囲気があるね。山古墳も、おお、本物や。待てや、耳なしやろ、あれはうねりやろ。籠山は、天の籠山とこや。これが橋塚古墳やろ。で、二つ見えてるのが、耳なしと、うねびさん。ほんで、天の籠山は、あれか？
これが天の角山で、ずーっと右行くとここにね、ウネビと耳山で、奥の山見るかな、見るな、葛城と金剛山、二条山ちょっと見えんけど、ここ行ったら二条山見えるか、見えんか、ちょっと二条山見当たらんな、これ。なるほど、これは綺麗に見えてますわね。耳なしと角山がちょっとね、ここに入るかな、これで入ってんねんけどな、一番左上の薄いのが角山だよね、天の角山、ちょうど真ん中がうねびで、手前が耳なし、ね、うん、なかなかいいことね。はいはい、まだ戻りましょう。何やってたんかな、古墳もあるやん、古墳もあるねんな。次はこれで、これちょうど裏、真裏ですからね、あと半周ですよ、これ半周回らなくないんでね。やっぱ大きいね、巨大古墳だけあって、下から上まで、そうね、そんな高くないね、見た感じは。古民からやったら15メーター、20メーターないかぐらいですかね。木が上があるんでね。え、あの看板はいかんな。あの看板の上で上上がってもだからね。この看板、すぐや、言うて書いてあるから。確かにそんなに100メーターぐらいだったと思うけど。こう車で来る人おらんやろ。これ上がってくれんのかな。車来てるな。これ絶景ポイントね。ここ。これを撮ってんね、今日は。ね、ああ、ここは浅いね、ちょっとね。ちょっと浅いですわ。この水は浅い。あ、これ石が見えてるぞ。だから、ああいう石がな、最初に、工事やるときずーっと敷き締め立ちやったらな、あれがね、ほんといっぱいなかったらいかんねんけど、どこも見当たらへんもんな。これやっぱり間違いなくね、護岸工事してないが、そのままさ、こう。ね、だから、ずっと落ちてるんですよ、上からね。やっぱり間違いないんだな。前はあの石をいっぱい敷き詰めたんだろうな。石を集めるだけでも大変やろ。それも一個一個。ねえ。重機もないしよ。そんなもん、一個や100個ぐらいってええけど、すごい数やろ、石だけでも。ほら来ましたね、ここがね、円墳の横見えないかな、円墳の横、横ちょっと見たいな、この辺が見えないな、いや見られんな、これちょっと見えんな、うん、ちょっと見えませんね、こんなんです。ほらほら、いや見えんか、こんなんですよ、これね、円墳のとこね、うーっと、下降りても見えんかいもんな、これね。これはね、近年まで中入ってますね。あんなとこ道路があるということはね、なんか入ってますぜ、道路中が歩いたあたりような感じやもんな、あれ。これええけど降りれるか、降りれますか、これ中入られへんのやろ、あれやっぱ入られへんな、これこの堀があったように水、これ堀ありますやろ、水がない、ちょろっと水あるかということはね、三段堀やな、これこれいけるんかな、これ
きますか。残念やな、ちょっと無理やね。残念ですよ。だんだんね、飛んでるのって、あとで入られ。よしよし。こんなんさ、これ。やっぱ大きいですよ、巨大古墳だけあって。先ほどね、車をこっちなんかに入れて止めたんやけど、そこを通っていくんやろな、おそらく。入られんな、入れませんわ。大きいのは十分分かりました、十分分かりましたよ。いやもういいか、古墳はね。え、まあ古墳もあんの、入り所だけでいいか。今からのやつは逆に小さいから時間かからへんだけどね。今まで時間かかったんやって。仁徳天皇陵が40分ほどね。あとはちょっとまあ40分未満やけどね。ああ、さっきのとこやな、これ。ここなんですわ。ここも畑になっとるし、あそこお家も建ってるね。こんなもんはわからんわな、これ。この辺に住んでる人なんかわからんから、それは開墾するわな。大塚古墳みたいに田舎に人が住んどったらしいね。ねえ。出て行けって途中で言われてね。だから昭和の2年まで出て行けって大変だったらしいけどね。それで見に行ったらね、何も残ってませんでしたね。何か残ってるかな、思って。これ見た感じは、この辺は堀やったよな、ここは。ね、堀やったよな、ここ。二段、三段盛りぐらいです、ここね。ちょっと見えんけど、おそらく三段盛りなはずです、これ。はいはい、先ほどここに車止めたんですよ。再帰ってきました。この古墳は何古墳だ。あ、この古墳ですよ、これ間違いなくね。何ですか、はい。この辺もおそらく前は堀やったんだな、これ。どうなんだろう、すごい堀があったんちゃうか、これ。こんなやろ。あの向こうのイメージから言うとね、どうなんだろう。おそらくね、堀がなんか残ってないのか、堀。崩れたよな、ここ。
こっからやからね、こっからやから、こう見るとね、こっからおそらくまだ、ここにね、あと2、30メーターは掘りだったの可能性ありますね、これ。あ、向こう見るというね。で、ここが次の掘りやったんちゃうかな、20掘りで。なんかそんな地形的にそんな感じする。100の向こうにあれがあるかやな、円錐が。それが問題や。なさそうやね、円錐。円錐なさそうですね。もうフラフラでございます。巨大古墳、見応えがなかなかあるやとないやといろいろありますね。ここは見ても今一個でございますけどね、大きさは十分ね分かってもらえるから。で、横にですね、駐車場がありますから、これちょっと止めれます。これが奈良で3番目やったかな、だから2番目やったかな、3番目からそんなんです。大きいの大きいですね。はい、どうもありがとうございました。